大変お待たせいたしましたおはようございます FOMC 超マニアック解説です早速ゲストをご紹介いたします FRB ウォッチャーで文教大学グローバルマーケットエコノミストの鈴木俊幸さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますタイトル通りですね今回 FOMC について超マニアックに解説をしていただきたいなと思っております まあ時間もね限られていますのでどんどんいきたいなと思いますけれどもプレミアム会員の皆さんはえ鈴木さんに聞きたい質問をチャット欄に書き込んでくださいえ時間の許す限りですね鈴木さんに答えていただきたいなと思っておりますすいません超マニアック解説ということですごいネーミングですね <laughs> 超マニアックと言われても <laughs> ちょっとプレッシャーを感じていらっしまいーですね <laughs> <laughs> では早速なんですけれども今回の FOMC では政策金利をまあ市場の大型の予想通り据え置きました。ニューヨーク3指数も上昇しましたね。えー、この結果鈴木さんはまあ予想通りということですか。あの予想っていうのはですねえっ、ー、とまあいつものことなんですけれども、えー、まあブラックアウトに入る前にですねあの交換 FRB のトップから まあ大体この FOMC の会合はこうするんですよということの方針が言われるんですね、で今回も、まあえっと、パウエル議長が19日にあのニューヨーク経済クラブというところで講演をしてですね、まあ、その時に慎重に政策を進めるという言い方をして据え、まあ、置きを言っていましたのでこれはもうあの、えー、そこから見れば予想の範囲ということになりますズバリ今回の FOMC のパウエル議長の発言はタカなのかハトなのか。 鈴木さんはどう感じましたか両方あの取れる発言があのたくさんあるんですけれども私としてはです、ね、結構高だったのかなというふうに思います一番象徴的なのはあの、えー、利下げはしないあの年内考えてあ来年考えてないというところを明言したところかと思いますけれどもそれ以外にです、ねまあ、インフレを抑えるためにです、ね、まだ一の、えー 今のリストリクテというかあの引き締めは十分ではないということを言っていてさらにあのこれから引き締めをすることはいろいろ苦痛を与えるんだけれどもインフレを抑えることの方が重要だということで、まあ、追加の あの引き締めあるいはえ利上げについてですね、かなりあの方向性は言っているということで、高だったと思いますねなるほど、だから、まだ追加利上げの可能性を残したということなんですね。<はい S 1> その原因であるインフレについて、鈴木さんの見通しとしてはいかがですすかそうですねあのインフレの数字は、ですねえっとあの8月のところではですね、 PC の壊し数というのがあるんですけれども、これが前月比で,で、相当低いとこセ0.1%台まで下がっていたんですねでえっと2、2%のインフレ目標に対応する年率の数字っていうのは0.165なんですね。 ですからそれと比べるとずいぶん低くてとていうところで、まあ、インフレ、収まってきたかなというのが一つの見方なんです。でところが、なんですけどもその前後です、ね、でその PC のコアもです、ね、9月は0.299という0.3まで上がってしまいましたそれから、ね、ECI ・雇用コスト指数の前期指数も、ね、1.0から1.1に上がってしまいましたとそれから、えっと、何より GDP なんですけれども 4.9%という非常にあの強い数字が出ましたしその横で見るとジョルツーという統計の,ですねあの求人件数がまた増えだしていたとか雇用統計が9月の分で33万6000とまあこれもとてつもない強さ、実にアメリカって再加速しているような状態になっています。ということであのインフレについてですねあの 8月の頃までは結構早く落ち着きそうだなというところがあったんですけれどもどうもそうでもないというのが今、考えられているところじゃないかと思いますなるほどだからインフレが再加速していることに FRB、まあ、パウエル議長としてはちょっと戸惑っているような状況ということですかあの再加速しているというのは、えっと今日のパウエルさんの話で言えば PC の数字の話、はい、ところで<今>あのボラタイル。 えということでですね。まあ彼は2%に向かって着実に落ち着いていく、えー、そこが見えるまでというような言い方だったんです。えー、えー、PC コア指数出ますでしょうか。は,はい、はい、こちらですがけれども。まああのえっ、ー、と皆さんあの、えー、インフレがやっていうときにこの前年表を見て、あの当然エクアルビもそういう判断をするんですけれども。 まあ前月比の数字がですねどれだけあるかということの方がですねおそらくまあ今後のインフレを見る上では重要になってきています。でその数字が8月はこれで見ても本当にちっちゃい一番下のところですけどもちっちゃい数字になっていてもうインフレって消えちゃってたんじゃないかということがあったんだと思いますで。それがが月の数字が出て まあえっと、8月の分が下方改定されて9月のがちょっと大きめに出たんですけども、えーまあ、ちょっと上がっちゃったなということで,あす、うん、でこれあの、えー、3か月、えー、789の平均で1012が来たらということで前年表計算してやると、まあ、上の,あの緑色の丸で囲んだところなんですけども、まあ、FOMC が9月に行っていた数字よりは下に行ってしまう。えー ということになりますであのここでちょっと、えー、厄介と言いますか、はい、あのそれこそマニアックに言いますとですね、えー、あのパウエルさんはですね、えー、今日も言ってるんですけども、えーえー、経済にスラック、えーまあ、緩みができてそれでもってインフレが落ち着いていくっていうことをあのフェドは考えているというか、えー、言ってるわけです、ねはい、だから、えー、と今の強い引き締めをですね長く続けるという話になってるんですけどももし この8月の数字のように落ち込んでしまった状態が続いてですね、えー、どんどんこの3.7%から下に行ってしまえばですね、はい、話が合わないんですね、うん、スラックができていないのに需、えーまあ、給の緩みなんですけれどもそれができていないのに需要が,が下がりだしちゃっているという問題が非常にまあ厄介になっている あの質問、あの質問アクセスさんは、安易に引き締めをやめると、やはりインフレは加速するのでしょうかとありますけれどもあのまさに今の問題で、うん、えと引き締めの成果であるならば、あのスラックが十分できて、つまり失業率が上がったりして、ですねあるいは成長率がマイナスになるような形でもって、ようやくインフレが収まるというのが、あのまあ、フェドが考えているところなんですけれども。 実際はそうは起きていない。うん、だから金融政策とまあ、えー、引き締めの関あのインフレの関係っていうのがまあ見えてない、えー、っていう状態だと思いますねす。なかなかもう終盤かと思ってたんですけどね。そうですね。<laughs> 引き締めのあの。 よくあの10年、2年の金利差とかでリセッション、リセッションということをずっと言ってきて今頃、リセッションに本当はなっているはずなんですけどもあの実際には人備と成長率で言えば4.9%という強い動き雇用の動きも再拡大ということになっていてです、ね、引き締めやっていたの一体何が起きているんだという状態になっていますので <laughs>、えーまあ、だからあの、えーまあ、今日の言い方はもうです、ね、いろんな面で曖昧になっていますよね。あのうん えー、もう利上げやめるっていうつもりもありそうだけどいやいや、まだあの、えー、自分たちは十分な引き締めしていないとか言っているというのは、まあ、見えていないことが起きているからというふうに理解をし,していますかりましたでこの実際 FOMC のあのワードですねパール議長の声明文の中で鈴木さん、つばり注目した言葉っというのはありましたか。そうででですすねね今日出た声明ではです、ね あのほとんんど変えてないんですよだけどあの、なおさらそうすると変えたところが大きいと思うんですけども、えっと、あのパラグラフでいうと2つ目に、ですね、えー、タイターフィナンシャルっていう、まあ、コンディションなんですけれども、えー、前回まではクレジットコンディション、えー、クレジットの状況だけが入ってたんですね、今日フィナンシャルっていうのが入って、でこれはあの、えーまあ、いわゆる長期金利の上昇のことなんですけれども、えー、っと記者会見でパウエルさんが、えー 貸してるんですね、うん、金融情勢ということで、ですねあと、まあ、一番先に為替ていうことも言っていましたし、あと株価だとか、それからクレジットのスプレッドだとか、ですね、まあ、そういったものが、まあ、勘案されるということをですねずいぶん強めに出してきた、うんで、声明にもその言葉が足されているということになります。それからあの、まあ、声明について言うとですね まあもう一つ、これ、あの思ったところは、ですねこの2つ目のパラグラフで、ですねいろいろそのリスクをあの書くんですけれども、二つ目のパパララグラフ出まますすかねソコンこちらはい、はいセメブ今見ていただどういう問題があるんだっていうことを見るんですけれども、えっと、ウクライナとかそういう時で戦争が起きた時には、それが書いてあったんです。で今回は、ですねあのイスラエルとあのハマスの情勢っていうのが、ですね言ってみると書いてない。 逆に書いてないことに不自然さが感じたってこという感ですか、ね。なんかちょっとと思ってで記者会見ではですねいろいろ考えてるんだけどそこから記者会見でやっぱりホキッシュだと思うんですけれどもえっとその話をしますとパウエルさんはまあ記者からそのイスラエルあのハマスの情勢っていうことで聞かれてですねあのパウエルさんが答えたときにもう一つ足してるんですね政府の、えー、閉鎖シャットダウンの可能性が あります11月17日に今のつなぎ予算が切れてしまいます、そこで予算、えー、つなぎ次のつなぎ予算がちゃんとできない場合は、えー、政府のシャットダウンが起きます、それについて、まあ、あの足して、ですねイスラエル・ハマスの情勢も含めて、不確実性はあるんだけれども、はい、経済が強いじゃないかというふうに言って。 経済を見て決めていきますというようなことを言ってですね、あのこの不確実性というかイベントの要因というのはえその経済の強さ、インフレを抑制するには十分あのえ出ない金融政策っていうかそちらにあの利点を置いたっていうことがあると思いますね。<うん S 1> だからまあ地政学的なリスクもちろんあるとは思うんですけれども、それはまあ今の現段階ではあまりこう。 考えてい,ない、まあ、考えてるとは思うんですけれども、あんまりこう強調はしていいととうことでだからそれをもとに、例えばそのイスラエル、ハマスの情勢の動揺があるから、利上げをしないとかですね、そういうことにはもう話を持っていかないということであります。 でえー、とあと声明について言うとです、ね、変えていないっていうのも、あのちょっと私の言い方だとおさほ破りなんですけれども、そうです金融政策の進め方について、まあ、次の,あの引き締めについてはデータ次第だという言い方をしているんですねで。これをずっと続けてるんですけれども、これで今回あの、政策の取り方として、2回に1回の割合で利上げをすると。 えいう、まあえー、パターンで政策を取っていたんならば、えー、このところは変えてほしいところなんですねな、何か言い方をもうちょっと変えてもらって、えーまあ、様子見っていうのを強くす、えー、るような言い方に変えてほしいんですけど、変えなかったっていうのは、まああ,のえー、ある意味、おさ法破りじゃないかなと思いますね。えー、そうですというのは、次の会合の政策っていうのは、えー、ある程度示唆をするというのが暗黙の。 合意なんですどうして黙ったかというと、金融政策の将来のことをですね勝手に決めるということはだめだという意見と、ですね金融政策の先行きが分からないから不確実性を感じますという2つの意見があって、それのコンプロマイズ、これはピアナ・アルトという総裁がコンプロマイズという言葉を使ったんですけども、妥協でもって、 次の会合のことは言おうというのがあったはずなんですね。で、これはもうブリンスパンさんの時代から実はそういうのがずっと続いていたはずなのに、まあ、パウエルさん、それをこの何回か不明確、次の会合も分からないという形にしています。ちょっとその辺が、あのまあ、それだけ物事が見えなくなっているっていうか、難しくなっているということかと思ります月、ね、月の時点では、まあ、11月か。月のどちらかに 利上げするかもしれないて含みがありました、ね、あそれ含みどころか、ですね、SEP、うん、というの経済見通し、ドットチャートでもって、十9人中12人が年内もう1回利上げをするというところを指しているので、まあ、圧倒的多数と言っていいと思うんですけれども、それが利上げをすると言っているのに、まあ今日しませんでした、で次についても、まあ、どちらとも分からないと、こういう状態になっているというのは。 かなり9月から今までの、えー、っと今日までの間に動きがあったんだなと、まああの上金利の上昇なんですけれども、そういうことが、えー、おもしになっているということですね、はあ、ちょっと質問にも少しずつ答えていきたいんですが、和牛さん、FOMC 結果を見て株価は上昇し、10年債の利率は下がってきたように思いますが、マーケットはどう受け取ったと見てますかということです,ですね。 ハト派的なところに強くあの注目をされたように思いますですね。